マハマトラがシティに紛れ込んだエルマイト旅団を捕まえたって聞いたぞ。もしかしてこの前サーチェンを拉致しようとした奴らなのか。キョレインに行ってアーラブに聞いてみようぜ。いらっしゃいましたか。すみません、犯人の尋問が終わったばかりで、あなたたちにお知らせする時間がありませんでした。何か分かったのか。何と言いましょうか、予想外のことが多々ありまして。誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思ったより簡単でした。適当なものにサーチェン様の格好をさせたところ、しばらくして向こうから食いついてきましたから。問題は、これは尋問が終わって分かったことですが、彼らを雇ったのはなんとサーチェン様の息子だったというのです。子供が人を雇って父親を拉致しようとしたのか。なんだってそんなことしなきゃいけないんだ。それはなんとも。シティに入った傭兵はごく一部でしたので、多くはまだ外で待機しています。これから人手を集めて彼らを一網打尽にしに行きます。あなたたちも一緒にいらっしゃいませんか。いいぞ。ちょうどオイラたちもどういうことか見に行きたいと思ってたとこなんだ。アラブ、ここで間違いないのか。なんだかおかしいぞ。ここで間違いありません。ただどうして彼らが倒れているのかは。親分、また誰か来たみたいだぞ。あのな、俺たちはただ金をもらって働いただけだ。ここまでする必要ねえだろ。逆恨みもいいとこだ。俺たちを雇ったのはこいつだよ。どうしたんだ？お前ら誰にやられたんだ？お前、あいつらの仲間じゃなかったのか？あいつら？誰のことだ？空を飛ぶガキがいてよ、出会い頭にぶん殴ってきやがったんだ。しばらくしたら今度は緑の服の男が来て俺たちに質問をしていった。事情聴取は終わっています。背後で指揮していたのはここにいるサーチェン様の息子シワニです。聞きたいことがありましたら今ここで聞いていただいても構いません。この後彼らを全員逮捕して強霊院に連れ戻し尋問します。どうして人を雇ってサーチェンを拉致しようとしたんだ。ふん、決まってるだろ。20年もの間あいつはどこで遊んで暮らしてるかもわからなかったんだぞ。僕のことを気にも留めなかった。もっとムカついたのはあいつが事業を強霊に任せたばかりか、それをいつか気に入った天才に譲るだなんて契約をしたことだ。あれは本来僕のものだ。なぜ他人に譲らなきゃならない。僕にくれないというならあいつから奪ってやるまでだ。そのまさかだ。あいつは影で試合を見てるって言っただろ。だから人を雇ってあいつを拉致して契約を修正させることにした。強霊院が応じてくれないならあいつ本人に認めさせればいいだけのことだ。僕がその天才だってな。いや、あの老いぼれは隠れるのがうますぎる。今もどこかに隠れてこの笑い話を見物してることだろ。20年前の時点ですでにあいつは狂ってると思ってた。狂ったやつは何でもできるからな。彩色の冠？はっ、あいつが強霊院に寄付したあの冠のことか。あれはなかなか値が張ったな。当時あれを買うためにサーチェンは多くの事業を売り払ったよ。あれを買ってからというもの家に幽霊が出るようになったのさ。収蔵室の前を通ると
たまに甲高い話し声が聞こえてくるという具合にな。それにあの冠を強霊院に寄付する以前、サーチェンは部屋に閉じこもって連日あれを研究してた。あの時からすでにどうかしてたから、何をしててもおかしいとは思わなかったが。どうかしてたってどういうことなんだ？あの時は小さかったからよく覚えてるわけじゃないが、確か砂漠へ調査に出かけて数年戻ってこなかった。ある日やっと帰ってきたと思ったら、まるで人が変わったようになっていた。誰も理解できない言葉をブツブツと口にして、昼も夜も論文を書いてた。何を書いてるか覗いてみようとしたけど追い出されたよ。その後あいつは書いた論文を持ってもう一度出かけ、帰ってきた後教令院と契約を結んだんだ。今思い返せばあれはもう僕の父などではなかったのかもしれない。サーチェの皮をかぶった砂漠から帰ってきた悪魔だったのかもな。怖いこと言うなよ、ゾッとしたぞ。信じるかどうかは君たちの勝手だ。知ってることは全て話した。ああ、それと一つだけ頼み事をしたいんだ。もしサーチェンに会うことがあったらこう伝えてくれ。あいつが外で何を研究してようが、僕の目に映るあいつはただのクソ野郎でしかないとな。話は終わりましたか？それでは行きましょう。今回の件の首謀者は逮捕できました。情報提供ありがとうございました。まだ何か心配なことはありますか？そうだな、アルハイゼンのメモにもあの冠のことが書いてあったし。アルハイゼン様もこの件に注目していらっしゃるのですか？一つ考えがあります。冠に問題がありそうなら主催者に連絡して試合を一旦中止させ、詳しく調べた方がいいかもしれません。そうだな。それじゃあ早速メイン会場に戻ってこのことをカリーナに伝えようぜ。カリーナ！はあ、やっと戻られましたね。探しましたよ。どちらへ行かれていたんですか？第3ラウンドの試合はもう始まっています。サーチェを狙った悪い奴を捕まえに行ってきたんだけど。いやいや、それはどうでもいいんだ。彩色の冠に問題があるかもしれなくて、ちゃんと調べたいんだ。彩色の冠に問題が？そんなはずはありません。20年もの間試合のたびにあの冠を使っていましたが、何の問題もありませんでした。どこからそのような情報を？これはとても重要なことですから少し考えさせてください。実を申しますと、第3ラウンドの試合が開始する前に彩色の冠をマウティーマチューリンに置いてきたのです。第3ラウンドの試合内容はまさにマウティーマチューリンで冠を見つけ出し、それを指定された台に置くことです。最初に冠を配置できた人は4ポイントを獲得できます。ここまで参加者の得点に大差がないことを踏まえると、最初に冠を置いた人が最終的なチャンピオンとなる可能性が高いでしょう。ですから今回の試合は激しい戦いになると推測しています。今から向かっても間に合わないかもしれません。冠の位置をマークしますので、直ちに現場へ行って状況を確認してみてください。何事もなければいいのですが。うん、今すぐ出発しようぜ。おかしいな、マウティーマチューリンの影響のせいか、アラートデバイスはしばらく使えないみたいだ。直接冠を探しに行こうぜ。あれ、ここには何もないぞ。まさかもう大
誰かが冠を取っていったのか。終点で待ってみようぜ。まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。カサッチ選手もついたみたいですね。試合は白熱してきたな。おや、河辺選手は遅れてやってきたようだ。の中で喋るな。君なら私を失望させまい。わけがわからないぞ。妙だな。ついに私の財産を受け継ぐ者、私の研究を受け継ぐ者が現れた。さあ河辺、いい子だ、私のところに来い。どうして僕の名前を。あなたは一体誰なんだ。私はサーチェン。もちろん正確にはサーチェンの意識のかけらの一つに過ぎないが、実に不思議な縁だ。君を見ていると昔あったある人を思い出す。だが君の信念は彼より強く、世の真紅を熟知している。君には私の全てを継承する資格がある。子供たちよ、私たちは初めて会うが、これから話すことはとても大事なことだ。ぜひその証人となってほしい。今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合を見せてくれた。教令院には多くの記載がいる。君たち一人一人が全員が特別なのだ。だがあえて後継者を一人に絞るとしたら、私は君を選ぶだろう、河辺。君が優勝したからというだけではない。君は私と似ているからだ。あなたが僕と。そうだ、私たちは共に哀れな理想主義者であり、それこそが私たちの苦しみの源だ。28年前、私は砂漠に行き8年間も暮らした。そこで何を見たと思う。戦争、殺し合い、永遠に終わらない者たち、
水源の奪い合い、キャラバンからの略奪、民衆に対する搾取、それらは一日たりともやむことはなかった。防砂壁の外側の世界は私の思い描いていたものとは完全に異なっていたんだ。見てきた全てのものに苦しみを感じた。だからこそ彼らを救う道を見出したいと切に願ったのだ。それで答えは見つかったの？私は陰論派の学者だ。当然陰論派の知識に答えを求めた。私は歴史を研究し、社会を分析した。人間性に関する実験を数えきれないほど行った。ついには砂漠の奥深くで失われた学派を自称する学者とも接触した。そして答えなど最初から存在しないということに気がついた。過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない。罪とは人間の性に刻まれたものなのだから。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。これは人間の力では逆らうことのできない必然なのだ。いかにして歴史から教訓を得るかを研究してきた。だが皮肉なことに歴史からは何一つ教訓を得られず、全ては悪くなるばかりだという結論にたどり着いた。学んできたことの意味がわからなくなった。重くのしかかる虚無に私は生きる気力を失い、自らの命を絶つことにしたのだ。だが偶然にも私は意識の一部を保存できるこの冠を手に入れた。私は自らの経験をその中に書き込み、教令院に財産を預けることにした。やはりあなたが教令院と結んだ契約はいわば遺言だったんだな。この世界に絶望したというなら、どうしてまたこんなことをした？言った通り、私は数多くの人間性に関する実験を行ってきた。これはその最後の実験だと思ってもらって構わない。教令院なら天才にはこと書かない上、どの世代にもそれを代表する花形がいる。高額な報酬のもとに人間性のわだかまりを解き、世界を正しい方向へと導いてくれる者がいつか現れる。そう私は願っていた。つまりあなたが欲しがっている継承者は、天才でありながら常人の苦しみを理解できる人間でなければならないということだな。なぜならそれが人間性、社会、そして世界に対するより明確な認知につながるからだ。でもこう考えたことはないか？富は人間の心を麻痺させ、外部の苦しみに対する感覚を失わせる。あなたの財産を継承した理想主義者が必ずしもその意志を最後まで貫けるとは限らない。君は賢いな。だが私には分かる。君は私の考えを理解できる類の人間ではない。私にとってはこれも実験の一部であり、人間性に対する考察なのだ。継承者が私の研究で苦しむのか、あるいは偽りの快楽に溺れるのか、どちらにせよ私の研究には進捗がある。私は世界の本質に痛みを感じ、その重苦しい歴史を嘆いた。そして遂行できなかった研究への未練も。だから河辺、愛しき子よ、君は私のためにいる。本当に全てを僕にくれて、その上好きにしていいと。私は自分の目を信じる。冠をいただき、私のためにこの道を最後まで歩んでくれ。
結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの富が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全てあなた。もういいだろ。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。これで終わったのか。カベ大丈夫？体調はどう？僕は大丈夫だ。ありがとう、ティナリ。心配はいらない。無理しないで。カーベさん、冠はカーベ選手によって叩き壊されたが、その前に彼は試合目標を達成した。ルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から見ても今回の学院トーナメントのチャンピオンだ。学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々に推挙された継承者として、カーベ選手はサーチェンの全ての財産を継承する権利を有する。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を全て寄付するのか。さっきも言っただろ、この世界が良くないというなら彼の残した授業でそれを変えればいいじゃないか。単に否定するだけでは何の結果も出せない。僕は彼とは違うんだ。わかった。書記官としてこの件を資料に記録しよう。これから財産の具体的な使途については大会が終わった後に賢者から連絡が行くだろう。ああ、僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないし、どうすればあれを完成できるかなんてなおさらわからない。ただわかってるのは、全てをここで止めれば参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ。今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも誰かがこのトーナメントに参加する。未来の学者たちだって引き続きこのために研鑽を積むだろう。でもサーチェンの話は人々を苦しませるものだ。だからここまでにするんだ。これ以上広げちゃいけない。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが、大丈夫、この責任は僕が背負えばいい。僕にとってこれでよかったんだ。僕にもこれしかできることはなかった。うん、よく言った。君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない正義と理想を述べたんだ。俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。ただプライドがそれを認めることを許さないだけだ。でも君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しよう。おめでとう、カーベ選手。はあ？勘違いするなよ。誠意のない称賛なんかいらない。それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて試合の評論に集中してくれ。カーベさん、おめでとうございます。授賞式に出る準備をしておいてくださいね。授賞式はメイン会場でやるらしいぞ。戻って見に行こうぜ。選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと、今回の学院トーナメントは無事終了しました。
これより優勝した河辺選手にご登壇いただき、授与を執り行いたいと思います。本来はここで河辺選手に冠をつけていただき、賞金をお送りする予定だったのですが、先ほど入った情報によりますと、河辺選手はサーチェンさんの資産を受け継ぎ、そしてそれらをすべて寄付されたそうです。サーチェンの資産を寄付？あんな大金、よくそんなことができたな。河辺選手の慈善的な行いのおかげで、多くの貧困に苦しむ家庭が運命を変えるチャンスを得られるでしょう。冠も賞金もなくなってしまったので、授賞式も簡単なものになってしまいますが、河辺選手、何かご感想をいただけませんか？皆さんも私と同じように、これだけの大金を寄付した理由について聞きたいでしょうから。こんな場面で何を話せばいいかわからないけど、優勝できて嬉しいよ。運の要素も多分にあっただろうけど、金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし、彼の金も欲しくはなかったからだ。自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある。彼も僕も決めつける資格なんてないんだ。でもそういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうから、ここでは割愛する。他には特にないな。ではこれで。どうもありがとう。あ、河辺選手、少々お待ちください。今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたが、まだ賞品は残っています。こちらは七星召喚の限定カードです。どうぞお受け取りください。またチャンピオンの栄誉は河辺選手の資料に記録されます。今後河辺選手が教令院で研究課題を申請する際、賢者様が優遇する判断材料の一つとなるはずです。ああ、確かに受け取った。でも課題とかそういうのは大丈夫だ。それでは授賞式はこれにて閉幕とします。河辺選手に再び盛大な拍手を。やっぱり理解できないわ。あんな大金があれば一生遊んで暮らせるのに。天才の発想を理解するにはお前はまだまともすぎるということさ。さあ引き続き学院フェスを回ってみよう。はあ、やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。疲れたよ。試合で疲れたせいじゃないか。それにしてもあんまり嬉しくなさそうだな。とにかくお前はチャンピオンなんだから、もっと胸を張ってていいはずだろ。そうだな。そうだ、セノはこの限定カードが欲しいって言ってたな。今まさに僕の手にあるわけだが。あげちゃうのか？珍しいカードなんだろ？一儲けできるじゃないか。ただのカードだぞ。できるわけないだろう。僕が持っててもしょうがないんだから、セノにあげるさ。よかったら彼に持って行ってくれないか？おい、そんな大事なこと人に任せるなよな。さ、一緒にセノのところへ行こうぜ。え？僕はもうちょっと休んでいたいんだって。こら、髪の毛を引っ張らないで。セノ、何を見てるんだ？まだサーちゃんのことを考えていた。何か用か？ほら、七星召喚のカードだ。僕より君の方が必要かもしれないと思ってね。これは限定カードだ。譲ってくれるのか？当然だろ。僕が持ってても仕方ないんだから。
いいか、これは限定カードなんだぞ。カーベ、何かトラブルでもあったのか。こんな方法でなくとも言ってくれれば助けてやる。そんなんじゃないぞ。自分のトラブルは自分で解決する。このカードとは関係ない。そうか、それでは遠慮なくもらおう。だがお前がまだこれの価値に気づいていないことは明らかだ。このまま受け取るのは筋が通らない。ふん、こうしよう。前回の豪華限定版カードの価格で買い取らせてくれ。どうだ。そんな、いいさ。たかがカード1枚だ。どれだけの価値があるっていうんだ。少なくとも100万モラはする。いくらだって。100万モラ少なかったか。ならもう少し上乗せしてもいい。こんなカード1枚が100万モラ。でも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないか。なんかキラキラしたやつを。全てにそれだけの価値があるわけではない。見た目だけが綺麗でレアじゃないものもある。そういえば大魔ハマトラの収入も低くはないはずだが、君の金は全てこんなところにつぎ込まれているのか。でもやっぱりやめだ。友達から金をもらうなんてちょっと気が引けるよ。遠慮するな。俺はこれまでにたくさんカードを買ってきた。さらにもう一枚買い取ったところで大して変わらない。なあ、本当に趣味のために貯金を全部使う気か。趣味とはいえ度を過ぎないようにな。特に衝動で借金なんてするんじゃないぞ。借金生活ってのは本当に惨めなんだ。経験があるような言い方だな。さぞ苦労したんだろう。まあこの話はもうやめよう。だったら俺よりも自分のことを心配しろ。何にせよレアカードはこのセノがいただいた。カーベ、お前のおかげで試合に参加した目的が達成できた。この後金を下ろしてくる。わかった。じゃあ僕もこれ以上遠慮しない。これで今月の返済は無事に乗り切れるはずだ。それどころか少し手元に残るかな。後で食事をおごるよ。ティナリとコレイも呼んでやってくれ。これぞハッピーエンドってやつだよな。そういえば他の参加者はどうしてるんだろうな。特別評論員として他も見てみようぜ。服を選びたいならわしのアドバイス通りにすればよいぞ。当時の教練員でもわしのコーデは最高にナウイと評判だったんじゃ。本当か。それじゃあお願いしようかな。ファルザン先輩、今流行りのスタイルでいくつか選んでくれないか。ファルザンにニーロ、それにディシアとキャンディスまで。お前たち何してるんだ。キャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさ。ファルザン先輩は優しいんだな。服を選んでると聞いて手伝うって言ってくれたんだ。ふーむ、一回りしてみたもののわしに馴染みのあるスタイルはなかったな。とはいえ心配無用。布を買って自分で作ればいいのじゃ。単色の生地に赤とピンクのお花を刺繍するじゃろ。そこに緑の葉っぱを。ちょっと待った、それ本当に流行りのスタイルなのか。なんだかお年寄りが着るもののような。安心せい、クラシックというのはな決して時代遅れにはならんもんじゃ。いやいや、いくらなんでもその。まあまあ、ファルザン先輩がおすすめしてくれてるのは確かに流行りだったクラシックコーデだよ。でも今は新しい選択肢もいっぱいあるの。
もしよかったら私が選んでもいい？せっかくみんなが一緒にいるし、キャンディスさんもめったにスメールシティに来られないんだから。お買い得なお店いくつか知ってるの。はい、ぜひお願いします。わしも行ってみるとするか。はあ、若者の好みを把握するのも先輩の務めじゃからの。オリゾン先輩、ちょっと来て来て、先輩いるんだけど。ん？お前は？私たち教練院に入学したばかりなんです。大会で先輩のご活躍を目にして、それでお聞きしたいことが。先輩は授業を開かれているんですか？うん、もちろんじゃ。ぜひ参加を申し込んでくれ。うっそ、待ちきれないんだけど。先輩の専攻って何系ですか？精密機械系？わしは知論派じゃ。わ、でも先輩って機械に詳しい系じゃないんですか？あ、よく考えてみたら先輩確かに知論派の代表ですもんね。でも知論派の授業ってつまんない系ですよね。ごめんね先輩、別の授業を開いてくれたら絶対参加するから。じゃね。ふん、分かっておったわい。お前はついて行かなくていいのか？あ、私先輩のことすごいなって思ってるんです。ですからしばらくは先輩と勉強したくて、選択科目は先輩の授業にします。学院をまたいだ授業はちょっと厳しいかもですが、その時は何卒よろしくお願いします。ほう、良い子じゃ。お前さん良い子じゃの。安心するが良い。その時はできるまでちゃんと指導してやるぞ。ありがとうございます先輩。それでは失礼します。授業の時にまたお会いしましょう。何だったのかよくわからないが、いいことだったんだよな。おめでとう旅人さん。パイモンさん、あなたたちも服をいくつか選んでいきませんか？ごめんな、もうカーベとご飯の約束をしちゃったんだ。それまでに他の人も取材しなきゃいけないし。あ、そうだ、カサッチとレイラを見なかったか？カサッチ選手？あの人がどこに行ったかはわからないけど、レイラさんならさっき見かけたよ。メーロン派の学生さんたちと一緒にいたから話しかけられなかったんだ。あっちの方に行ってみたら？メーロン派の学生か。投票でレイラを試合に参加させた奴らだよな。レイラは優勝できなかったわけだからな。あいつらどんな態度でいることやら。ぬい、様子を見に行ってみようぜ。みんな、ごめんなさい。第3ラウンドでもっと活躍できてたら。もうやめて。あんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら、参加する度胸さえなかった私たちはどうなっちゃうわけ？試合を全部見てたわけじゃないけど、レイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した唯一の選手なんだろ？それに第3ラウンドだって冠を最初に見つけたのは君だったと聞いたぞ。優勝まであとちょっとだったな。それは運が良かっただけで。そんなこと言わないで。あなたの相手は強敵揃いだったんだから。かの有名な正論派のディナリに、大マハマトラのセノ、みんなすごい人たちだったじゃない。彼らを差し置いて得点できたのはとてもすごいことよ。他の人がつけたあだ名も間違ってなかったと思うわ。あなたって本当に天才ね。ありがとう。でも私はそんなんじゃないよ。第2ラウンドの試合中だってちょっと居眠りしちゃって、いつの間にか機械のそばにいたんだから。
あんまり謙遜しすぎないで。みんなでレイラお疲れパーティーをやろうって相談してたとこなんだから。ほら行きましょう。元気を出して。あなたはこのパーティーの主役なのよ。レイラの方もうまくいってるみたいだな。よかったぜ。でも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったな。もうすぐご飯の時間だ。カーベとセナのところへ戻ろうぜ。お金は足りる？節約しておいた方がいいよ。安心してくれ。正確に計算したんだ。絶対に予算を超えてないぞ。これまでに何度もご馳走になったんだ。今度こそおごるよ。旅人パイモン、こっちだ。来たぞ。美味しそうなものがいっぱいだ。さっき他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけど、どうだった？ファルザンは新しい教え子ができたし、レイラも同級生たちの期待に応えられたみたいだ。でもカサッチだけは見つからなかったな。どこに行ったのかもわからないけど。アルハイゼンのやつもいないな。せっかく今日は機嫌がいいからご馳走してやろうと思っていたのに、まさか姿も見せないなんてな。あいつめ、どこにいるんだ？大体あのメッセージは。まあいいか。先に食べるとしよう。冠を投げ捨てた時はびっくりしたよ。今思い返せばそんなに驚くことじゃなかったけど、あの時は少しくらいためらうかと思ってた。冠を手にした瞬間からサーチェンの意識が語りかけてきたんだ。彼の絶望と恐怖がずっと僕の頭の中に渦巻いていた。彼はそうした思考を絶えず頭の中に送り込んできて、それはまるで僕の精神を制御しようとしてるみたいだった。頭痛もだんだんひどくなる一方だったしね。前も言ったように彼の見解に価値がないとは限らない。でも人を不幸にしてしまう研究なんて存在しない方がいいと思ったんだ。もし彼の違法な研究が誤った形で拡大し多くの人を苦しめるようなことがあれば、マハマトラが介入して禁止させる。君のやり方は間違ってなかったと思うよ。もう一つやり方があったとすれば、研究を継承するふりをして財産を手に入れたら放棄するとかかな。君はそんなことしないと思うけどね。サーチェンの理論や実験を評価するつもりはない。でも彼の選択は僕からしてもそんなに悪いものじゃなかったと思うよ。彼が君を選んだのはその証明でもあったと思う。そうかもしれないな。僕は他人の資産を受け取った以上、約束したことはちゃんと果たすべきだと思ったんだ。それすっごくいいことだと思うぞ。カーベさんが誠実な人だってことだから。ありがとう。本当にありがとう。これやっぱり僕をちゃんと理解してくれてるな。幸い今はアルハイゼンもいないからな。でなければまた嫌味を言われていたところだ。カーベさんっていてもいなくてもいつもアルハイゼンさんの話をするよな。もう毎度のことだからね。諦めたよ。何を言ってる？アルハイゼンはもういるじゃないか。いるって？どこにだい？どうして教えてくれなかったんだ？いる。みんなの心の中に。なんて怖い話なんだ。僕は心底ゾッとしたぞ。食べる
る前に言われなくてよかったぜ。じゃなきゃご飯が全部冷めちゃってたかもな。あの男の話はもうよそう。そういえばティナリ、試合に参加した目的を達成できたのか？第一ラウンドでもう達成したよ。なかなかの宣伝効果だったんじゃないかな。あっという間に広まって、こんなにたくさんの人が普及講座に申し込んでくれたのは初めてかもね。ちなみに来月は空いてるかな？君も演説しに来ない？僕にできることがあるのか？正論派が扱っているものについては何も知らないぞ。君の得意分野でいいよ。例えばウリンにおける建築の特徴とか、森を切り開いて建物を作ってばかりじゃいけないとか。ああ、それなら問題ない。来月は時間を作っていくようにするよ。みんな、お腹の具合はどうだ？追加の注文は大丈夫か？私はお腹いっぱいだ。ごちそうさま。オイラもお腹いっぱいだ。毎日こんなごちそうが食べられたらいいのにな。時間があるときはなるべく集まるようにしよう。どんなに忙しくても、こうして友達と会うのは大事なことだからな。この店は美味しかったな。また今度来よう。ああ、他の候補としてもう何軒か探しておこう。他にも美味しい店があるのか？オイラたちのことも忘れないでくれよな。カーベ、これからどうするんだ？これが終わったら一人で教練院に行こうと思っていた。別に急ぐわけじゃないが、どうかしたのか？やっぱりここの。学院トーナメントは無事に幕を閉じたみたいだな。サーチェンと冠のことも解決できたし、もう心配なこともないよな。そういえばあの時サーチェンは全部の研究をあーなんとかにって言ってたよな。言い終わる前にカーベに砕かれちゃったけど、もしそれが場所でサーチェンの研究がそこにまだあったら、誰かが見つけちゃうかもしれないよな。って、どこだ？アール村か。サーチェンは砂漠でいろいろ研究をしてたって言ったよな。だとしたら研究をアール村に預けててもおかしくないぞ。それじゃあアール村で運試しと行こうぜ。まさかここで会うとはな。アルハイゼン、どうしてここに？それにお前が読んでるのってまさか。サーチェンの研究資料だ。資料を整理していた時、サーチェンの生涯について見つけたんだ。そこで研究に興味が湧いた。そうでなければ評論員を請け負うことなんてなかっただろう。サーチェンの意識の断片と相対して俺は推測し、ここで彼の研究を見つけた。その資料はもう読んだのか？大丈夫か？どこか具合の悪いとこはないか？何か誤解しているな。サーチェンがあの大建築家を継承者に選んだのは、資料に記録された災難と人間性に共感できたのがあいつだけだからだ。共感して初めて人は苦しみを覚える。過去への無力を感じ、
現在に迷い、未来に対して悲観的な態度を抱く。共感する力は、諸刃の剣なんだ。その点において、明らかに俺とサーチェンは、異なるタイプの人間と言える。共感が過ぎる人間というのは、友人も多い。広い社交の輪は、彼らに社会的利便性をもたらすが、それはかえって、目的を達成することを難しくしてしまうんだ。お、なんでだ？真に重要とされることにおいては、どうしても他人と関わるのを避けられない。その上で誰も傷つけずに生きていくのは、難しいことだ。目的を達成するためには、他人と敵対することも覚悟しなければならないが、それは、誰もが耐えられることじゃないからな。この資料に書かれた、客観的で、沈鬱で、負の側面が強調された全てのものは、結局、サーチェンの視点からの実験と結論でしかないんだ。うん。読んだ感想は、それだけなのか？学者として、サーチェンは紛れもない天才だ。彼は世界の暗黒面を人間性のせいにした。そして多くの実験を行い、基本的に信頼できる、いや、正確な結論を導き出した。じゃあ、本当にあいつの言う通り、悪いのは人間で、全ては悪くなるばかりなのか？これは俺が答えるべき問題じゃない。しばらくすれば、別の誰かが来るだろう。その時に聞いてみるといい。ただ言えるのは、世界は正確さだけで成り立っているわけじゃない。単純な正確さが意味をなさない時もある。大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、小さき選択ならそれに対抗できる。選択によって理想を追い求める者は幸福が皆に訪れることを祈る。たとえそれで自分自身が排除されるとしても、かの者は真理に触れることはない。その目を遮る愚かさを消し去るまで、俺はかねてよりその類の理念を認めていない。自己犠牲によって強引にハッピーエンドをもたらそうなどと、あのサーチェンにだって理解できないだろう。だが残念なことに、どんな観点でも支持する者はいる。そして性格は運命を決めるんだ。さて、ここに来た目的は達成したから、資料は君たちに預けよう。失礼する。待てよ、こんなものを見るためにここに来たのか？そのせいでお前はご飯を食べそびれたんだぞ。ご飯？そうか。だが想定内だ。確かに会食をするにはいいタイミングだったからな。そうだぞ、今日はカーベのおごりだったんだからな。あいつなら包んで持ち帰るくらいはするだろう。じゃあな。あ、言っちゃったぞ。でもなんだかアルハイゼンはあの資料に影響されなかったみたいだ。これからオイラたちの質問に答えてくれる誰かが来るって言ってたけど、誰なんだろうな。旅人にパイモン、もうついていたのね。ナヒーダ、それにカサッチ。まさかカサッチに学院トーナメントに参加するよう頼んだのってナヒーダだったのか？ええ、私だったの。驚いたかしら？もしかして冠に問題があるってナヒーダは最初から知ってたのか？もしそうなら冠をすり替えるとかできたんじゃ。サーチェンの研究そのものは誤りではなかったもの。彼は一生を費やして研究を続け、最後にはこの資料を作り上げた。これはまさに彼の知恵の結晶よ。この資料がトラブルの種になる可能性は心配だったけれど、サーチェンが真理を求める中でしてきた努力を消したりはしないわ。だから
カサッチにトーナメントを見張ってもらったの。今はもうその呼び方をする必要はないだろう。だって素敵な響きなんだものね、カサッチ。はあ、話を戻しましょう。もしサーチェンの選んだ人がこの研究に耐えられなかったり、これがより多くの人を苦しめることになりそうだったら、この子に介入してもらうつもりだったわ。結局サーチェンが選んだやつはこの研究に目もくれなかったね。実に滑稽だったよ。本当は人との付き合い方を学んでほしかったのだけれど、あんまり効果はなかったみたいね。そんなことする必要ないよ。古い借りをまだ返してないんだ。新しい借りなんて作りたくない。ナヒーラ、さっきサーチェンの研究は誤りじゃなかったって言ったよな。それってお前はあいつの研究を認めたってことでいいのか。そうね。この比喩を使いましょう。私の目に映る真理はまるで木の獅子のようだわ。一部の人は木の獅子の背にあるキノコだけを見て、木の獅子はキノコだと言うわ。一部の人は木の獅子の体を見て、木の獅子はイノシシだと言う。また別の人は本質を見透かしたと思い込み、木の獅子は獣肉だと言い放つの。これらの結論にはどれも正しい一面があるけれど、どれも木の獅子の本質を客観的に描写したものではないわ。わかったような、わからないような。世界も同じよ。私を含めその全容を理解できる人はいない。私たちは皆真理を追い求める道の途中にいるの。限りある知識の境界線の内側に、ある人は世界の美しさを盲信し、ある人は世界の醜さを知っている風に語る。実際のところ重要なのは世界の今の姿じゃなくて、人々がそれをどのようにしたいかなの。もちろん私は一人一人に何かをするよう強いたりはしないわ。結局のところあらゆる知恵を導き力を発揮させることは知恵の神である私の責任だから。ごちゃごちゃとご考説を垂れてくれたけど、結局この資料はどうするつもりだい。この資料を継承したカーベはその拡散を望んでいない。だからこの主なき資料は封印するわ。でもサーチェンの研究はある種の消極的な知恵として真理を構成する一部でもあるの。もしこれからサーチェンが歩んだ道を通りたいという人が現れても、私は止めたりしないわ。陰謀派の後輩がいつかサーチェンの理論を理解できるようになった上で、絶望を乗り越える方法を見つけることを期待しましょう。ふん、陰謀派にそんな奴いるわけ。待て、僕を陰謀派に残しておくつもりじゃないだろうね。はあ、学者になった覚えなんてないよ。君の目に映る僕は利用価値のある囚人でしかなかったはずだろ。また始まったぜ。あら、スメールでは囚人にも教育を受ける権利があるのよ。陰論派で勉強して自分の因果に正しく向き合い、過去の古い借りを清算することを学んでほしいの。最終的にあなたの出した論文は私が自ら審査するわ。ちゃんと真面目に取り組んでね、カサッチ君。